どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、サバタリレジェンドコンボモドキをねお見舞いしていきたいなと思ってまして、皆さんは妖戦獣というテーマご存知でしょうか。妖戦獣っていうカードが、まあ、どういうカードかっていうと、あの遊戯王アーク5というアニメがありまして、第、5世代だっけ4世代だっけ、5Ds の、次が ZR だから5世代か、5世代目のアーク5っていう、まあ、アニメがありまして、アーク5であのね、村長だか町長だかの息子は何だっけな、あれ長女だっけな、ちょっとわかんねえ、忘れちゃった、の息子のなんか御曹司でなんか沢渡慎吾ってやつがいて、で沢渡レジェンド沢渡って言われるんですけどその沢渡君が使うデッキテーマが妖戦獣って言うんですよ。妖戦ロストトルネードとかね、まあいろいろあるんですけども、あの伝説は、今日はこの妖戦獣っていうデッキを使ってやっていきます。まあちょっとね、歯抜けなんですよね、デュエルリンクスに来ても。妖戦獣って結構ペンデュラムデッキなんで、あのペンデュラムがまあそもそもないっていうリンクスだとパワーが発揮できないっていうのがあるんですけども、今日は何していくかっていうと、超陰キャします。どういうことか、あのね、妖戦獣ってね、あのスピリットモンスターみたいな感じで召喚に成功するっていうのは戻るよみたいな効果なんですよ。でまあ今日の主役はこのカマニたちっていうやつなんですけどもカマニたちが主役になると結構やばいよね。このカマニたちは、直接攻撃をすることができますよと。で1800なんですけども、これ半分になっちゃうんですよね、攻撃力が、攻撃力っていうかダメージが、直接攻撃に成功した場合はモンスターいる状態でね。なんで、900の戦闘ダメージが通りますよという効果を持ってます。でカマニたちとか、カマミたちとかこの辺のモンスターっていうのは、テグだから自分以外の、自分のあのカード名以外のカマイタチ、じゃあカマイタチじゃねえや、妖戦獣モンスターを特殊召喚できるよ、特殊召喚じゃねえや、召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。だから召喚して召喚して、でさらに召喚みたいなことができるんですよね。まあいればテグだに、でこうバババって展開して殴って、でエンドフェーズに戻るよみたいな効果なんですよ。だからあのフィールド上がガラキになっちゃう、自分のフィールドが。だからまあそういう時のために対策の札を入れておかないといけなくて、でそれがやっぱ結局罠カードでも、守るしかないと。まあもちろん手札誘発とかもいいんだけど、クリボールとかフリボールとか、あまあ罠カードにして、で終わらない罠地獄で回収してアドバンテージをなんとか失わないようにして、なんとか耐えていくという。で、隙あればダイレクトアタックをしまくって攻撃していくっていうね、あのね、しっかりめに弱いですこのデッキうざいけどね、めっちゃうざいんだけど、しっかりめに弱いです。はいで、まあ、どうやって戦っていくかというね話なんですけれども、まあ、あのカマミたちっていうのは召喚に成功すると他のカマイたち、いや妖戦獣モンスターを、まあ、召喚できるんで、まあ、イズナムチとかだとこれ他に妖戦獣がいるとワンドローできたりするんですよ。でこのワンドローで戦ったりとか、あとこれ辻切り風とかだと、打点1000アップできたりとか、あのフィールド上のモンスターの妖戦獣モンスターのねを1000アップしたりとか、あと手札から捨てると相手の戦闘、相手のモンスターと戦闘を行う時だけだけど、オネストみたいな感じで1000アップできるよみたいな効果も持ってます一応。でね、結局このデッキどうやって勝つのかと、どうやって勝つのか、勝ち筋ですよね、メインの。これはですね、こいつのダイレクトアタックしかないんですよ。だから、まあ、大山美子とか、あの壁モンスターはいるんだけど、一応ああいうのはね、時間稼ぎでしかなくて、結局あれが勝ち筋に繋がんないから俺はいらないと思います。あのもうこれ引かなかったら負けなんですよ基本的にあの妖戦獣ってこれ引いてダイレクトアタックかまし続けるっていうデッキだから、これ引けてなかったら負けなんですよ。だからこれをなんとか引きたいということで、このカマミたちとかをとからのイーズラムチでなんかワンドローとかして、で罠でなんとか守って、でこれを出してダイレクトアタックしていくという、そういうデッキになってます。で一応ダイレクトアタックデッキなんで、聖杯が要は暗記みたいな感じで、すげえダメージ通るんですよね。な1個使えば2200とか通るし、1000アップしとけば、3200とか通るんですよ、ダイレクトアタックが。やばいでしょ普通にこれは、まあ、暗記と一緒ですよねこれに関しては。なんでまあそれのギミックを狙っていこうかなと、聖杯でいう感じですね。でカウンターゲートとかは一応直接攻撃宣言時になんかワンドローして、まあ、ガードブロックみたいな感じですね。ガードブロックみたいな感じで使います。これは、まあ、ガードブロックよりも一応その引いたカードがモンスターと出せるっていうことを持ってるんで、まあ、まあまあまあこっちの方が強いかなっていう。また分断とか底なしでロックして、まあ戦っていくと。でこれは、妖戦獣のイタチ風っていう、まあ、専用の、バウンスカード、まあね、あのね長男がいないと
あのバウンスできないんだけど、一応まあこのトラップカードでお茶を濁すっていうか、あの妖戦地モンスターを手札から好きな数、まあ、2体までか、ね、見せると、その見せた数だけ一応表側のカードをバウンスできる。で、大きな弱点がこのデッキにありまして、あのね、バックに触れない、バックに触れない、これが本当に弱い。メインギミックでバックに触ることないんですよ。これが本当に弱いんですけどね。うん、まあ、なんとかそのお茶を濁してこの陰キャで誰戦うかをかまし続けるということしかできない。今の妖戦獣ご覧いただければと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、武藤由紀さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、しっかりと陰キャしていきましょう。妖戦獣でなあ、あ、妖戦獣 OK。 いや、あのね、このデッキね、絶妙に弱いね絶妙に弱いわ。いろいろやってるんですけど、絶妙に弱え。愛すべき弱さがあるね。なんかそのうざいくせになんかそんな強くないっていう、なんか一番迷惑なデッキ、あれ迷惑じゃないっていう、まずこうして、で、2太刀効果、2太刀効果によって手札より辻切り風を特殊召喚、あ、召喚し、辻切り風の効果打点アップ、スッ、エディね、オッケー、セッツセッツバトル、クリボールチェック何もない、オッケー、クリボールチェック何もない、じゃあ次のターンって感じだよしよし、いいぞ、この手札は結構よかった。マジで初手ゲーなんだよ本当に。これ、これマジ初手ゲー、これマジで2太刀がないと本当にただの遅延デッキになりますからね。2太刀がないとほんまただの遅延デッキっていう。さあ、このセットか、おー、なるほど、カウンターゲート発動、カウンターゲートの効果によってその攻撃を無効にし、ワンドローしていくぜ。あれ、武藤遊戯さん、どうしました？これ、あなたこれ負けでは二滝さん効果発動、手札より辻切り風を特殊召喚、召喚効果による召喚なんですよね。で、二滝にも打点アップ、セッツバーダル。あれ、大丈夫ですか？自分ダメージでよろしいか？ダメージで禁じられた聖杯の効果発動、どこのアンキャな、これどこのアンキャなどこのマスコットヒーローかな。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、カイバー社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、陰キャ戦法を見せてやるって、伊達にハゲてないぜ俺は。ハゲは陰キャって決まってっからな。あ、世の中のハゲの方すいません、私も将来ハゲるかもしれませんので許してくださいいやー、でもね、俺ね、おじいちゃん、俺のおじいちゃんめっちゃ髪ふさふさやから、多分ハゲねえ、多分ハゲねえ、なんかまだまだ全然髪あんのよ、うちのじじじじじじって言い方あれだけど、俺うちのじいさんなんかもう90ぐらいなのに髪めっちゃあるから、俺多分ハゲないわ。ハゲのみんなすまんな、ハゲのみんなすまんな、斉藤さんだとってね。なんですか俺は、やばい、なんだ俺、じゃあ波紋やめて、波紋だけマジでやめて、波紋マジでやめて、波紋だけやめろっつってるやんけ、クソが、じゃあ波紋マジやめろや、波紋ほんまつらい。ちょっとダイレクトアタックデッキってのね、これ致命的ですよね、これ波紋わたる、お前お前後ろ向いとけ、ほんまだり、あーめんどくせえ、クソめんどいわ、クソブルーアイズか、ダゲタットその攻撃を無効にしてワンドロー、さあ紹介しない、オッケーオッケーオッケー、まあ、揃った、まあ、帰ってきた、帰ってきたわ、あ、オッケー、帰ってきた。で、ニタチ、あ、やべえ、間違えた、やべえ、いいよ、しちゃった、あ、まあ、やべえ、やべした、やべえ、ごめん、これはきつい、ちょっと待って、こう手拍子でいいよ、おっしゃったって、間違えた、ごめんって、やべえ、ミスった、これあるんですよね、結構、うわー、やべえ、まずい。助けてくれ、誰か、コソブレイン、ドイツを DS、 あ、そっちか、やべえ、ミスった、だからでも本当にこのボタン、なんかその連打してるとなんかすぐねやっちゃうんですよね俺、あー、やばい、まずい、ちょっとストップ、一旦ストップ、ちょっとそのまままでにして、お願い、まあ、オルタナティブになってもいいよ、オルタナティブにはなってもいいよ別に、あー、なるほど、カウンターゲートの効果、ほっ、オッケー、よしよしよし、3000はもらうよ、3000もらうよ、オッケー、
3000はもらっていくが、うーん、まあ陰キャはできるかな。これ霊流出せないでしょ。これだってバック除去ないんじゃない、あんまり。でここでアドバンテージを稼いでいく。あ、これ意外といけるか、これ意外といけるぞ。あれ、これ耐えれるんじゃないか。こうして、で、こうして、で、こうして、よしよしよし、で、こうして、で、このハイちゃんと押してからのこうで、で、辻蹴り風こうか、で、ここでアップして、オッケー、バトル、はいはい、オッケー、で、ターン終了で戻る。陰キャだな。いや、このデッキほんまに陰キャだな。これやばいでしょ、これ。こんなクソみたいな。あ、やばい、まあ、でもここでなんかテクダにレイリューとかいたらやばいな。テクダにレイリューとかいたらまあまあやばい。これ何ですか、何ですか、何が出てきますか。あー、ブルーアイズ、オッケー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 、セーフ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 、全然セーフ、全然オッケー。で、そこなしして、で、一回そこをなしておく。オッケー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 、セットオッケー。あ、セット怖いね。セット2枚は怖いな。そっちからか、そっちからなんやったら、カウンターゲートかな、カウンターゲートして、で、ここでコスプレだけ戻せばいいな、コスプレだけ戻す、はい、で、一体だけ戻し戦術、これはうまい。どっちもいいんだけどね、別に。まあ、どっちも同じか。どっちでも同じだったわ。ちょ、今普通に似合ったら面白かった。あー、まあ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 、オッケーオッケー。まあ、オッケー。で、陽泉樹召喚。陽泉樹の効果。辻切り風召喚。辻切り風効果。いやー、くそ。ちょっと、一回、ダイレクトアタックミスっての、これ、ちょっときついな。あー、オッケー。なんもない、ブラフや、あれ。あれ、ブラフや。あれ、ブラフや。オッケー。オッケー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 、耐えれる耐えれる耐えれる。で、コスモプレインはそこなしよ。コスモプレイン出してくるんやったらそこなしよ。コスプレ来い、コスプレ来い、よし、しゃ、落とし穴ほっといた、落とし穴ほっといた。あと300、あと300、頑張れハゲ、頑張れハゲ、あーとネイチャー、よし、オッケー、ドロー、オッケー、陽泉獣二太刀召喚、二太刀効果で辻切り風召喚、辻切り風の効果発動。対戦ありがとうございましたなんじゃないですか、海馬さん。僕はね、髪が生えてる人は許しません。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、クジャクマイさん、よろしくお願いします。ゆる3倍クジャクジャッキーマイさんで、クジャッキーストリングスさんですね、よろしくお願いします。デュエル、デュエルだ、これはやばい、これは何もできないやつだ。またトラップカードは3枚ある、大丈夫だ、耐えろ、これはなんかギリギリセーフだ。トラップカードがね、一応あるんで、ね、時間稼ぎはできるんですよね、時間稼ぎするだけなんですよ、これ。コツさえ熱い、うーん、それなんやっけ、あー、そこなしか、強いな、そこなしやられていく、コズメクサイクロン。ちょっと待って。おい、やめろよ、やめろよ、やめろよ、なんじゃこいつ、いや、えぐいって、いや、えぐい、えぐい、ミストバルト新風ハッピーダンサー、いや、強い、え、やばい、ハッピーダンサーの効果、で、もう一回召喚して手札に戻ったから、ミストバレーの新風の効果によって、デッキより風属性モンスター一体特殊ができる、出てくるのが、いや、ファランクス、やばい、独身曲、待って、あ、でも大丈夫、粉砕ではない、粉砕ではないから、バジュランダでは俺知らない、ガジャル、なるほど、ガジャル効果、デッキより、超純毒なんか持ってきて、ガスタグリフ、あ、やばい、ガスタグリフ効果によって手札から捨てられると、ガスタを特殊ができる、あ、見ましたね。いや、えぐいって、いや、えぐくない、嘘でしょ、